隊長様、偵察より報告がありました。エンジンは力の大部分を失っているようです。お怪我をされているとは思いますが、今こそ神の心を奪う絶好の機会かと。勝負とはただ結果を追えばいいわけではない。そこにはルールが存在する。俺は相手の隙をつく真似など一度もしてこなかった。こたびの件も同じだ。お前こそ、まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。